ね、去年は、はい、と紅白歌合戦に三回目の出場ね、させていただいた、ね、いだありがとうございましたどうだった緊張したやっぱりえー、もあやっぱりもー、もあい、も、もあい <laughs> でもすごい変な髪型ばっかりする, <laughs> するね何んうもあん、もあん、もあんとか <laughs> んんもがおかしい日だ、今日は <laughs> でも本当に、めっちゃ、うん なんかこうやっぱり先,先週水井、うん、ちゃんと愛菜<う>さんと言ってらっしゃったように、うん、なんか結構イレギュラーな衣装というかそう、ね、結構。 変身するっていういつもと違う演出もあったのでめちゃくちゃ緊張しててマネージャーさんとかもめっちゃ緊張するって言ってたらっしゃって衣装さんとかもたぶんな緊張してる状態でよね衣装さんももし自分のこのペリペリが不安定でペロって途中で取れちゃったらとかきっと思われるだろう思いなが必要だだったんですよねから。 ね,ね<え>成功できてよかった,、ね、よかったです本当に本当にもうみんなさんのおかげだよねおかげさまでありがとうございました良かたですちょっとね一個ひなのに聞きたいことがあってさはい。 先週の放送でそのマナヒーさんとその紅白歌合戦の終わった後のこう打ち上げみたいな感じでお寿司食べたとかピザ食べたっていう話したんだけど私徐々麺を持って帰れなかったっていうね後悔があったのよはいひなのは持って帰れた？私持って帰って家族と分けて食べました <laughs> <laughs> 私の理想 良かったできててでも良かったよ美味しかったです何にしたなんかいっぱいあったよねありましたなんか多分スタンダードのやつにしたんですけどフライパンで追い焼きをして食べて贅沢にめっちゃたかい焼肉食べましたやばいねもしかもちょうどお腹空いちゃってさもう今頭焼肉にしかないでも今年こそは食べます 絶対に女メットンを一回は食べるっていう目標がで逆にできたから嬉しい <laughs> 今年の目標が今年の目標ってことで、うん、はい <laughs> 決まりました <laughs>